スチャオヌチュヌムは、太陽国、カーンチャナブリー県出身のサッカー選手。ポジションは、攻撃的ミッドフィールダー、ウィンガー、スチャオヌットヌムとも表記される。2004年に、東 SC のトップチームでデビューした。インドネシアのペルシブバンドンに移籍する2009年までの間に、リーグ戦84試合に出場し、33得点を記録した。インドネシアで1シーズン過ごした後、 タイに復帰し、2010年にブリーラムユナイテッド FC に加入した。ブリーラムユナイテッド FC では首相に任命された。AFC チャンピオンズリーグ2012、AFC チャンピオンズリーグ2013、AFC チャンピオンズリーグ2014に出場した。AFC チャンピオンズリーグでは2012年3月21日の公衆日差し対戦、2013年4月10日の 高素春天戦で得点を記録した。2019年12月1日、長く在籍したブリーラムを退団し、タイリーグ3のムアンカンユナイテッド FC へ移籍。2005年に初めて U-23 タイ代表に招集され、同年、タイ代表にも初招集された。ありがとうございます。